どうも皆様、おはこんこん、みつキックバスターです。スプラトゥーン2ヒーローモードやっていきましょう。さあ今回はエリア4の、ステージ20ですね。いきましょう。よく魅惑のプロペランドを振ってパラソルラバーソウル、あ、これはあれかな、リクエストはパラシェルターかな、そんな気がするんですけど。はい、さあ来ました。ドローンで運ばれてきたのはヒーローシェルターですよね。さあこれを持っていくでひ、使いまくってデータ集めてほしいです。おしゃれなイカたちの心に刺さりまくりヒーローシェルターでひ、 ZR でインドア発射を押し続けて傘で防御、さらには ZR を押し続けて傘をパージするでひよ。使い方にちょっと癖があるんですが、うまく使いこなせばかっこいいでひ。わあ、マジか。あんまりね、何回かは使ってはいるんですけど、あの、縄張りとかで、ていうか、まあ、縄張りで、絶対流しで傘が開くよ。えい。で、まあ一応ね、傘なくても撃つのは撃てます。パージ後以下で、これポイント。おお、なるほどね。ほら。で、よし。シェルターもね、これなんかあるでしょ、こっち。なんかあるでしょ。ほらよし。ほら、おっと、これは 何方向か、あ、違うわ、こっちで合ってんのかな、すいませんね、ちょっと向こうが気になったんで向こう行ってきます。おい、なんかいるよ。これあれだな、あの機械のやつ、ガードしたい、そんな時ほど傘がない、うまい、いっとるわ、はい、はい、あ、マジでこっちもあんの、じゃあもういいが、こっちから行きますか。これは頭濡れる、どうやって、多分こっちじゃ無理なんですよね。おお、そういうやつ、そい、あ、なるほどね、了解了解。こい、あ、こういうことね、オッケーオッケー。でもなぁ、ダメなんだよな、もうどうしても向こうが気になっちゃうんだよな。わお、めっちゃ敵出てきたんだけど、よし、で、よいしょ、危ね、やってこい、そうそうそう、よいしょ、オッケー、ありがとう。これはここは感じでしたね、ですね、あ、やばい、危ない、そい、あ、あれ、そういうやつ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、あいつ多分おびき寄せないと傘消えちゃいそうな気がするんですよね。大丈夫かな、よし、 OK、 うまい、
4ポイント発見、 OK。 じゃあこれでいきますか。よいしょ、なるほどね。足元注意で、うわい、なんだよいきなり、なんだよいきなり、嘘、そんな範囲広いの。待って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 、何なんだよ、範囲広くないっすか。でまあこっちか、ここは、あ、もう敵倒した判定。じゃあ行きましょう、よいしょ。うわい、なんで俺これ今塗る、あ、おっと落ちていったってことは、わい、うわー、なんだこれ、下に、ういありますね。で、こうで、ん、今どこにピューンと、あ、そっちか、ん、これない、うわ、ないのか、あれ、あ、こっちか、渡っていけばいい、そうです、何を今さらって話しました、怖い怖い怖い、道見えないのは怖いね、そういやさ、 OK、で、OK、OK かな。なんか向こうミステリーファイル見えたんだけど、見えたの。よし。ほんで、チケットがあそこにありますね。うわ、箱ゾネス。よーし、あぶね。普通に、あれなんすね、ステージにタコゾネついてなくても出てくるもんなんすね。びっくりした、今。上なんか行きたいけど、うわ、ちょっと待って。もう、何してんの、マジで。またタコゾネス倒さなきゃいけないじゃん。しかも、あれ、木は、あれか。案外苦戦はしなかったですね。大丈夫かな、よし、OK、あ、こうか、大丈夫かな、なんか、なんかないかな、ないっすね、多分絶対あるでしょ、あー、こっちか、アーマー、アーマーゲッチュー、いかに傘状態をうまく使っていくかってことですよね、パラシュート、わお、やばいやばい、インクがない、こっちにもインクが置かれて、おっと、ちょっと待って、これ難しいな、これはあれだな、
しいっていうか僕が苦手な感じの動きですね。あれか、パージ使えばいいのか。今更気づいたら何のためにさ。ここは入る。ちょ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 、待って待って待って取った判定なってないんかい。もうは待って、普通に落ちたんだけど。よいしょ。さあここまで帰ってきましたよ。うわー、ちょっとね、余計なミスがさっきは目立ったってのがあったので、わっとまだいた。なるほどね。よいしょ、痛い。こっちは先に倒そう。しょうがない。これでいいのかな。ほい、よしよし、ようやくだ。ようやく逃げた。さあさあさあ、後ろもちょっと気にはなるけど、なんもない感じかな。なんもないですね。そこ気になる。いけそうだけどな。やめよう、もう下手なことして死にたくない。わお、こっからパージだね。こっからパージなの。あ、そういうことね。 OK。 あ、そういうことか。 OKOK。 こっからパージして、パージしてこっち側に移動するっていうやつ。あれ、待って、なんでなの。よし、うわー、ちょっと待って、これきつくないかい。きつくないかい。ちょっとおりゃ、ほい、オッケー、決まった。あ、なるほど。上げて下げて、上げて下げて、上げて、あれ、あ、そういうことか。上げて下げて、そういうことね。了解了解。上げて下げて、下げ届かない。ここから当たる？当たんないよね。あ、オッケー、来て、いったいった。いやー、長かった。長かった。ちょっと、合計、ちょっと無駄にかかっちゃいましたね。よいしょ。落ちるのがね、ほんときついです。まあ、イリコゲットできたし、よし。ちゃんとデータ取れてるでし、君らその武器を使い込んでいいデータをたくさん取ってくれそうでし、もっとデータを集めれば製品化が早まるので引き続きログ収集をお願いするでし、くれぐれも貸すだけでやってただではあげないでし。なんか言うでお前は。はい、ヒーローシェルターが使えるようになりました。まあ、使うべきはないかもしれないんですけど。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。次回はステージ4の、ボス1個手前と、できればボスもやりたいかなと
思っております。ということで以上ミツキックバスターでした。次回もお楽しみに。バイバイ。